MMD 領域にはまだ王の権威がある。そんな風に考えるとき、外側には懸念が、まだなんとなく、ある。次の皇帝は誰？だ。今までの皇帝が使えなくなったとして、その時は別に、次の皇帝を見つければよいのだ。息を煽り、あなたしか、って、妙なやる気を出してくれる操りやすい奴なら誰でもよい。ともかく解散総選挙での、顛末は混沌としていて、なぜ？希望の党は一体なぜ、あんな無茶を、したのか。公明党の支持母体は、創価学会、では、ある。話では、エヴァンゲリオン、の庵野秀明氏、その父親、も、熱心な学会員という話があって、自民党が単独過半数を取ったとしても、3分の2を得るためには必要な数。当初、希望の党は自民党の支援勢力的な、そんな感じもあったが、妙な勢いと混乱の中で、収束はした。